大阪の天王寺動物園で新しく公開されたフレンドシップガーデンでは、羊やヤギの間を通り抜け、テンジクネズミなどを身近に観察することができます。もうめっちゃ可愛いです。動物園では、動物の意思を尊重することをテーマに、ストレスの少ない環境を整えたい考えです。命の大切さだとか、動物への思いやりについて考えていただければな。感染症対策のため、土曜日、日曜日、祝日などは整理券を配布し、時間帯ごとに入場できる人数を制限するということです。ご視聴ありがとうございましたケロ。